母扱いしてる？ママ扱いしてる？誰がママや？スケちゃんいるけどちょっと機嫌悪いから今日スケちゃん。ママ。ショールームで母の日ギフトが。ショールームで母の日ギフトが飛んでくる。みやんすけこんばんは。ありがとう。母ママ、はい、ショールームしよるけどね、はい、母の日ありがとうってあたりんでありがとうって言われたと思う。花が来ておけ。わかった？ええ、だってあとでウキウキで確認するんだわ。どれどれつって。母の日なんだね。こんばんは。花束ありがとう。こんばんは。明日来る？明日なんかさ、あ、ありがとう、花と。ありがとう、10個ありがとう。はじめだよ。こちらこそだよ。みんな。明日なんかお出迎えがあるから、そう。うちらもやらせてもらうことになったの。でもお出迎えってどんな感じなんだろう。やったことないからわかんないけど。どれぐらい、でもさ、昼公演来る人、夜公演のお出迎えなかなかハードじゃない？結構すぐよね。
花束ありがとう。体調大丈夫ですか？大丈夫だよ。明日は研究生も、なんかノアミョンとさ、壁島ちゃんさ、体調不良でさ休んでた？じゃあお台場の肉フェスだからさ、来れるのかなと思ったら今日レッスン場で会って、あ、よかったと思って、楽しみです。あ、やばい、めっちゃ赤のやつ乗せちゃった、ミスった。ね、まあでも無理せず頑張ってほしいね。そう、よかったよかった。いや、寒暖差激しいしさ、あと忙しいと何が会えてないと疲れるよね。しょうがないしょうがない。めっちゃ赤いやつ塗っちゃった。まあいいか。こんばんは。これはこれで可愛い。今日寒かったけど夕方から普通に暖かくなったね。明日も普通に暖かいっぽいけど、でもなんか日曜日、日月ちょっと天気悪いってさっきニュースでやってたよ。悪いのかな、どうなんだろう。明日は暑い。あ、そうなんだ。ご実家？そう、ちょっと今日ね、別のお仕事があってね、新幹線に乗ってて、そうそう、もう岡山で降りちゃったの。で、来た。もうでも遅い時間だけど、今日新幹線人多かったよ。金曜日だからか。外国人の人多かったね。新大阪でめっちゃ降りてく、みんな大阪に観光に行ってる外国の人。そう、昼過ぎぐらい。すげえチュール、スケ。スケ来た。
系。大好き。機嫌悪っ。かわいいすけちゃんでした。珍しく声聞いた。確かに確かに。本家本家。いや、ゴロミが私に怯えて出てこないから、スケちゃんもうってなってる。ゴロミラブン。明日配信ないからな、来るしかないな。え、明日来ない人いる？明日来ない人。おやすみメール届いてるよ。え、明日来ない人いるの？明日来ない人いる？めっちゃ元気で返事するし。え、当日券あるよ。え、にょ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 。まあね、チケット代も高いしね、交通費もバカにならないよね。その気持ちはとてもわかる。また来られるとき来てね。
香川来たかった？本当は仕事とかに邪魔されてさ。はじめだよミラブ、ありがとう。あ、マウスピースつけなきゃ。ありがとう。本当は香川来たかった？本当は来たかったよね。でも仕事の休みもそんな急に取れないしね。再来週広島に行かなきゃいけないし、なかなか月に何回も来れないよね、広島とか瀬戸内にね。まあ行けてもね、 2,3 ヶ月に1回とかだよね。うん、そうだよね。そうだよね。なかなかお金もたまらないよね、この時期ね。ゴールデンウィークもあったしね。じゃあ9月7日までに、9月7日に来てみる、香川。そうしよう、そうしよう。9月7ならいけるよね。今から9月7貯金っていう貯金箱作ってさ、交通費とさ、チケット代ちょっとまだ何円になるか分かんないけど、ホテル代貯めとこっか。どうしよう、どうしようよ。行けなかったらお話し買いました、ありがとう。そうしよう、待ってるね。今度こそ一緒にうどんを食べようじゃないか。福田家の庭でキャンプできますか？あの夏季厳禁です、ごめんなさい。9月7日を待ってるね。福フェスボリューム3。神戸緊急入院で行けなかった、ありゃ、それは大変でしたね。香川のおすすめは、香川のおすすめは、麺、徳島ラーメン、麺王かな。河原町で宿取った方がいいか。微妙、どうなんだろう。河原町らへんでもいいかもしんないけど、結構、あの辺ホテル少ないような気がする。わからん。あの、ごめん、広島の話した時も言ったけど、香川県民だから香川でホテル泊まることほぼないから分かんない、香川の宿事情。高松駅の近くの方がいいんじゃないの、どうなの。あ、片原町がいいの、分かんないです、ごめんなさい。高松駅がいいと勝手に思ってたけど、次の日のことを考えると、そうなんだ。もう高松駅も河原町も近いからあんま変わんないけど。栗林公園界隈
東横界隈みたいなことないよ、栗林公園界隈は。栗林公園特別名勝で国に指定されてるやつだから、あのモンスターストローで飲む人は入れません残念ながらお抹茶しか立てれませんので、栗林公園界隈はないです。栗林公園は早朝から空いてる。あ、確かに観光にはいいかも。うん、趣はあるよ、確かにね。東横イン界隈だったの。チェーン店がいいよね。安定してね。わかんないけど。ちょっと香川の宿事情はあんまわかりません。すいません。いつも夜行フェリーで神戸に向かってしまう。福フェスの日に関しては多分9月7日に福フェスやって8日もなんかやるんで、前四国公演やったみたいになんかやるんで、であと撮っといた方がいいと思う。多分ね、仮レンコン多分ね、いや分かんない、なんかごめん、その日に「M ステ」の収録とか入っちゃったらちょっと分かんないけどそんなこともないと思うから、よっぽどなことがないと多分大丈夫。すごい、だからその日になんだろうな、大きなこと、なんだろう、ちょっと思いつかないな、ライブを蹴ってでも行って許されそうなことが思いつかない、ないないな、ない、いや、なんかライブしようかなって思ってるんで、いや、まだ何も考えてないけどね、それが四国なのか STU なのか何かもわからないですけど、なんかしようかなと思ってるので、ぜひお願いします。じゃあちょっとこんな夜遅くまで私のことを見に来てくれたみんなにちょっとサービスショットをあげようかな、盛り上げてね。デデンデデ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 あ、盛り上がってる盛り上がってる、ミノモが回りだした。ショールーム T シャツです、生着替えからのヒョヒョヒョでしょ、ヒョ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 でしょ、ショールーム T シャツでーどうみんなよだれダラダラでしょ、大興奮の猫、ヒョ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 ジメだよブーちゃん、あら、ありがとう、非売品、いや去年の冬にもらってさ、いやもう夏服じゃ夏着れないなと思ってたら、やっと今日着れたんで、今日はこれでレッスンもしたし仕事も行きました。そしたらスタッフさんに「福ちゃん何それ?」って言って「ショールームです」って言ったら「すごっもらったん!」って言って「さすがやな」って言われました。今日で暑かったから上着脱いでこれで過ごしてたからさ、昼くらいから結構目立ってたと思う、ショールームの回し物完全に。でもこれで新幹線乗ってたからね、
あの ST オタクじゃなくてもアイドルオタクの人いたらちょっとえって思ったかもしんない。さすがでしょ。これ案件じゃないっていうか、まあ今ショールームなんで勝手に PR みたいな、 PR どころかもう、ショールームをインストールしてくださってる方なんで全員もう PR の必要ないんですけど、今日これで過ごしてました。でもこれ結構さ細かいのよ、ディティールがっていうの、ちょっと白飛びやばいけど、ショールームのクマでだるま、クマだるま、あ母の日、あじゃないバラ、カーネーションか、母の日はバラ、結構ちゃんとしてる。ショールームジュースアニバーサリーすごいでしょ。そう結構かわいいんですよ。背中は何も書いてないと思う。ショールームに就職したの？してないしてない。なんかイベントでもらったんです。ショールームグッズ大好きだからさ、ハッピーって感じ。そうクマバラダルマ、あダルマありがとうございます。あ青いやつです、そうです、青いやつとバラと、あの私の家にもいるクマです。かわいいやろ。背中の QR からルームフォローできる。できたらおもろい。背中に QR とかないし。あカーネーションありがとう。ちょっと欲しくなった。えそう結構これ形もちゃんとかわいい。四国バンダナ持ってった方がいいですか明日？でも使うとこないけど持ってたら嬉しいんじゃない。今 X 見たらエチエチナースがいた。見逃せない情報だな。うどん何食えばいいですか。徳島ラーメンの麺を食えばいいと思います。うわってか麺を麺を言うんじゃなかった。明日行けないじゃん、行こうと思ってたのに。うわー気まずいじゃんね、麺王でファンの人に会ったら。なんか福ちゃん麺王 あんなにもやし入れてるとか思われたらちょっと気まずいから。あ行かなくなっちゃったじゃん、もう。うわ言うんじゃなかった、最悪。でももやし丸ごと一瓶食べてるとかはさすがに見られたくないから。うわ言うんじゃなかった、くそ恥ずかしい。会場から近すぎるんだよな、あの麺王に行くって思わなくても多分自然と入っちゃうんだよな、近すぎて。メリケンギャーもね、リアルお話し会始まる。いやあの私の良くないとこ、良くないとこか分かんないけど、プライベートで会った時の私本当に会わない方がいい。なんかあコミュ障すぎてやばいから。あのまひちゃんと一緒にいる時とかだったら、あのあ福ちゃんじゃんとか言ってくれていいけど、一人の時は本当にやめといた方がいい。私のこと、あの私の夢が壊れるから本当に。いや私の夢見てないか、このショールームの時点で毎日の。いや分かんないけど、えマジで喋りかけない方がいいよ、コミュ障すぎて。あの絶対あの塩対応って、だって福ちゃんに会ったけど塩対応だったってツイッターに書かれるレベル。マジで喋りかけない方がいい、本当にマジで。ありがとうございますみたいな感じだから、まひちゃんがおったらね大丈夫。まひちゃんがおったらえヤッホー、この前来てたやんな、えまたな、あありがとうとかなるけど、で横で私もとか言ってるけど、一人だったらもうどうしよう、あ
やばいからコミュ障なんです。あの可愛いアイドル以外に対してコミュ障なんで、マッシュアイの時だけにしておいてください。マジで対して以外はちょっとコミュ障なんで、アイドルに対してはいくらでも喋りかけられるんですけど、緊張しちゃうよね。明日の髪付け間違ってシュレッダーしちゃった？やばいね。え、神戸行った人さ、お出迎えって どんな感じやったん？お出迎えってなんだろう、いつ何時ぐらい？時間決まってる？あれってお出迎え、開場してから30分間。はははは。想像よりメンバーと距離がありました。そうなの？もうなんか通路に メンバーがいるみたいな感じか。まあお話し会じゃないもんね、だって。しかもスンスン行かないと会場開演までに間に合わないからって感じ。あ、入場する人たちに手を振るって感じ。はん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 。そうなんだ。でも会場によって違うだろうね、その距離とかは。遅めに入ったらなかった。まあそうだろうね、ギリギリだとね、開演に間に合わなくなっちゃうか。え、なんか昔さ、チームエイトのさコンサートに、それこそ高松で行った時に、あの岡部凛ちゃんかな、岡部凛ちゃんに、なんか会場前に、なんだっけ、ゲームみたいなのしてシールもらった。あ、なんか お手伝いサンタみたいなやつ。そう、懐かしい。会場前の雰囲気ゆいゆいにサイン入りの栗もらった。会場前の雰囲気どんな感じなんだろう。コロナ前って感じだよね。でもそういうのができる。
てー練り歩きが楽しみ。練り歩きね、福ちゃん麺王のイメージがなればいい。え、じゃあ麺王でさ、福田あかりちゃんおすすめで行ってきましたってツイートして、いっぱい、それか店員さんに言ってもやしナブル。でもさ、麺王のもやしナブルから自炊始まってるみたいなとこあるもんね。うわ、なんかめっちゃ懐かしいもの発見したんやけど。じゃん、どこから来ましたか。これどこで調べたんだっけ、高知。あ、高知で調べたアンケート、四国ツアーの時に、コロナ禍の真っ最中のコールもできない時で、どこから来ましたかって、高知県ので、私が出演メンバーでもらえるのに、ただ四国のライブが見たすぎて勝手に自腹で行って勝手に働いてたんだけど、そう、その時になんか、せっかく行くならなんかしようと思って、入場者の人にどっから来ましたかっつって、これアンケート取ってたの。そう、これさ、もうなんか本当に笑えるんだけど、あの四国ツアーなのにね、関東の人めっちゃ多い。でも広島の人も多かった。その中国地方の人、やつはほぼ広島で、やっぱ東京の人がめっちゃ多くて、でもおもろいのは北海道から一人来てたっていうね。逆に北海道の人は飛行機距離の方が行きやすい。で、高知は、せっかく高知でしたけど、高知の人全然いなかったんだね。11人。愛媛さんに、徳島あたり、香川県、四国全然ファンいない頑張れ。え、ってなったら明日のツアー結構すごいな。いっぱいお客さん来てくれるわ、ありがたいわ本当。いやもうね、高知でやってもさ、圧倒的に関東の人と広島の人が多いんですよ。それも3期生も肉フェスに出ちゃうよね。そりゃそうだよね。いや意外と関西も多いね。関西はね、あの大阪の人が多いですね。四国意外と大阪の人多いんだよね。そう、明日はやんないよ。でもちょっと悲しいね、この四国がね少ない。でも今はコロナが戻ったから、だいぶ集客も戻ったはずですけど。福ちゃんが出てなかったから香川から行く人が少なかった。ああ、そういうこと。そうなんか、兵庫から下香川中へ行きます。待ってます。四国いいとこだから来てね。東北民はやっぱり遠いと思っちゃう。いや遠いよ、東北は遠いよ。東北民はいの考え、あの感覚は正しいよ。瀬戸内民はいい、東北遠いと思ってるもん。初めて香川行った時に大阪と近くて驚いた。そうよ、香川はね、中学生とかでも全然子供だけで大阪行っちゃうよ。夜行バス、昼バスか、昼バスとかで近い近い。片道4000、5000とかで行ける。あ、ジャンボフェリーもねありますよね。安いよね。うん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 。
安航空券付き公演チケットとか便利かも。公演付き航空券は多分別に出せるけど、格安会社とはそういう契約はできないかな。いろいろな問題で多分めちゃめちゃちゃんとした会社としかそういう契約ができないから、うん、みんなが自力で格安で取った方が買いやすい気がする。高速バスが結構あるから関西だったらいいけどね。高松のアーケード街すごいよ。もうすごいよ、ドラマの撮影とか、なんだっけ、 N のために来てた。旅行会社に計画してもらうやつあったよね、船の時。ちょっとなんだっけ、なんか STU48 のやつ、チケット付きのやつあったよね、ゴゴリマの時。あったあった。なんか前の方の席のさ、確約券となんか宿泊みたいながあった気がする。こんばんは。お話し会がね、サイン券が完売しました。ありがとうございます。嬉しい、嬉しいです。落選も出てたみたいで、ありがとうございます。そして、ツーショット会は残り少なです。あー、もう取っとかないとな。お待ちしてます。だってだってアルバムの新制服だよ。楽しみじゃん。三つ編みしようかな。あの制服を近くでじっくり見ていったよ。グフフグフフグ、ドラえもんの笑い方しちゃう、思わずグフフ。シンクより高いこと忘れて買いすぎてしまった。それに見合う時間を約束するよ。え、ちょっとでも幕張の通知ちょっと完売させたいのと、あとは7月7日はみんな何織姫に会いに来なくていいわけ。うん。うん、7月7日は何、みんな星なんか空とか行くの、なんでなんで。7月7日の4時間目も頑張りさせたい。うん、みんな7月7日はね、オリーブ様がいるの、私以外に。うん、聞いてない。7月7日部屋見せろ、
部屋見せろ、部屋見せろ、すべてのあかりちゃんアクストを全部並べて見せろ。7月7日の4時間目をぬぬ切れさしたいです。あー部屋見せろ、職場見せろ、実家の犬見せろ。マジで犬いる人は犬を見せてください。見せ犬の調子が良かったら。犬や猫まあ冗談です。皆さんの顔が見たいので、あの7月7日の4時間目来てください。ちなみににゃんすけさんがお話し会に来たことあります。すごかった。何の時かな、ちょっと忘れたけど、あのママがお話し会を買ってで、ママが始まってたら瞬間スケちゃんがふわーってきて、スケちゃんじっとしてらんないから、もう映った瞬間どっか行ったけど、それで私はパッて押したら次のファンの人と思ってパッて押したらニャンスケ出てきて、にょー、うん、そっからその次の人に、あのやばい今ニャンスケが来たって言った、えって言われた。おもろかったな、覚えてる。しばらく興奮しすぎてその日のことあんまり覚えてないもん。話し会来てください。お、明日の衣装は何じゃろな。おお、これ着れるの、これと、うわ懐かしい、これ着るんだ。ほうほうほう、ちょっと懐かしいやつとかもありますね。楽しもうじゃないか。でも配信ないからもう私、しかもね明日夜配信できません。ちょっとスケジュールが恐ろしすぎて、あの明日あの
明日は配信をする時間がない夜なので、わかんないね何が行われたか。あさっての配信を楽しみにしてて。あさってもできるのかな。あさって何時開演だろう。5時。まああさってはできるか。愛媛から広島どれぐらいかかるか分からんけど、頑張ってください。頑張ります。愛媛チャリだと8時間なんで私だけチャリなんだよなんで私だけチャリなんだよ。愛媛から3公演やった後にうん、最悪私免許持ってるから自分で運転して帰るし電動アシストつけるよ全然嬉しくない。絶対途中で切れるやん。途中から重りになるやつでしょ。最悪や。痩せちゃうじゃん。なんかさ、研究生、明日来る研究生ちゃんたちにさ、なんか私愛媛から帰りチャリなんだよねって言ってみようかな。なんかあの子たち明日来るメンバーの顔ぶれを考えてたら、なんかそうなんですねって終わりそう誰も疑問を持たない。みたいな、そんなこともあるんだみたいな言ってみようかな。私愛媛からあの広島帰るのさ、あれなの、四国の仕事だからさ、チャリなんだよね私だけってそれっぽい感じで言ったらさ、あーみたいな、めっちゃ大変ですよねとか言われそう唯一疑問を持ちそうなのは、誰も疑問持たなそう、持たなそうやな。意外と叶うね意外と叶うが持つかな。うん、どうなんだろう。亀島ちゃんとかさ、なんか四国って本当にあるのかなって思ってそうだよね明日あるよってこと証明しなきゃ。ちゃんと海に浮かんでるんだよって、新幹線とかはないんだよ、ないところもあるんだよ日本にも教えてあげよう。卑怯だと思ってる可能性あるから。褒めてるの、褒めてるのっていうかもう亀島ちゃんと一番よく話すんだけど先生で楽しい、いつも。島だからそんな大きくないと思ってるかも。聞いてみる明日、気になるわどんな風に思ってるのか。かわいい。ミホリンとかのお嬢様が好き。そうなんかもしれない。確かにミホリンとかミチとかひなことか、確かに仲いい子みんなお嬢だ。バスキンロビンスとかおもろい。やっぱね、あれじゃないですか、男の人は女の人が好きだし、女の人は男の人が好きでしょ。それと一緒で、ないものを
ないものが欲しいんですよ人間は。背が高い人は低い人に憧れるしさ、背が低い人は高い人に憧れるしさね。なんだろうな、太ってる人は痩せたいし、痩せてる人は太れないなって思ってるし、ないものねだりなんですよ人間。自分にないものが欲しいの。それと一緒かもしれません。そう、私にお嬢はないから。まあでもみんなねいい子なんで、3期生ちゃん明日いっぱい香川のことを教えてあげよう。チロ何タワー、何タワー、ありがとう。え、かわいい、ピンクの雲あるんだ、ピンクベアありがとう、かわいい。カーネル今日からのやつじゃんね。ありがとう、私のメイクが今日ピンクだからかな。ありがとうございます、かわいいタワーありがとう。母の日タワー、ママだよ。ママだよ。ピンクピンク、赤いバラ、私バラ描くの結構うまいんだよね昔から。え、うまっ。え、見て見て見て、バラ描くのうまくね、やばいやばいやばい。え、カーネーションかバラじゃなかった、すまない。なんかすごい音した。できた、うまっ。我ながらうまいな。じゃーん、ちょっと仮面暗すぎ。見て、だってちゃんとカーネーションも描いたから。バラうまくね、うまいよね。赤で描けてよかった。絵がかわいい、ありがとう。カーネーションでした。まあまあバラも嬉しいよ、母の日にもらったらどんな花だって嬉しいだろ。嬉しいな。ありがとうございます。じゃあちょっと何とは言わんが練習しとこっかね。何とは言わんかな、この土日に何があるとは言わんかな。何も言ってない私は。ただ練習しといた方が楽しめるからしとこうね。
福田推しルームの人は完璧で。やがて必ず届くこと海流は知っていたんだ。皆さん、明日から四国のツアー第1弾が始まります。まずは愛媛と佐川と愛媛、一緒に楽しんでいきましょう。お待ちしております。人は誰でも大切なことを忘れる。あたり熱く語り合った日々も色あせてくのさ。嬉しい嵐もいくつかの夜過ぎてはただ日常が広がるだけ。僕は今までそう思った自分のその胸を繋ぎ心折れそう。いくよアイパー。夢あございます。ギャルの伸ばし棒って言うけどさ、今のギャルは絶対使わないよね。平成のギャルだよね。初期、平成初期のギャル。
うちらが幼稚園ぐらいの時のギャルの伸ばし棒まあまだガラス瓶がねあるとは言ってないけど、まあちょっとある可能性高そうじゃないですか、四国なんで明日か明後日のどっかでね。でも福田ルームの人は完璧だと思うし、まだ振り付けが分かんないよって方は YouTube に上がってるのでぜひ見て勉強してきてください。はじめだよ、ミラもありがとう、完全ミラもありがとう、めっちゃピカピカペンライトたくさんありがとう。へへ黄色、緑、あのね STU のライブので予習していかなきゃいけないことは、ガラス瓶の振り付けと、あとヘタレか、ヘタレの振り付けと、あとは瀬戸内の声で大体みんな白か青か水色にしてるペンライト、あれはね別に青でも水色でも白でもいいんだけど、なんか綺麗よ、その寒色系にしといた方がいい、なんかその中に赤とかいるとめっちゃ目立つから、オレンジとか黄色とかいたらめっちゃ目立つから、なんかその寒色系にしといた方が無難かもしれない。そう、そっちの、でもそれはしなくてもいいけどね、決まりじゃないから。スタジオの声で大体青にしてんのと、あとなんだろうな、これできたらクロートっぽいよってやつ、あ、ヘタレはペンライト緑、そう、他決まってるやつないかな特に。って感じ、それぐらいじゃない多分。かな。ST のライブはあとはもう定番のミックス、ファイバーサイバーのやつと、あーよっしゃ行くぞトラヒー人造生と、なんかそういう昔からある王道の三連ミックスを打てたら大体いける。持ってるペンライトしっくりくる水色が出なくて悩んでる。こっちから見たらね、白と水色と青とあと濃い緑と黄緑は大体一緒だから、違いあんま分かんないからいい、多分何でもいいと思う。青と水色の差は分かんない、こっちから見たら。あと黄色と白も意外と分かんない。それぐらいが来たら馴染めるんじゃない。馴染む必要もないけどね、別に好きに楽しんでくれたらいいんだけど、まあ、なんか馴染めてるっぽい感じの方がさ、自分もちょっとテンション上がったりするじゃないですか。そんな感じかな。 ST のライブはね、意外と決まり事じゃないけど、そのなんかそういうのが少ないからいい、入りやすいかも、新規の人もおすすめです。グッズもいろいろあるんで、グッズでもね、うちわとかね結構すぐ売り切れてるっぽいから、うちわ欲しい人は早めに来た方がいいかもしれないな、多分。なんかペンライトないかな、この辺に。パパの部屋にあるか、パパが全部そのペンライト持ってる。
ことあ、音声切れてた、ごめん。え、これこんなんだった、やばくない、これ何のやつ、光が薄い、あ、光なんか点滅してるんだけど、ほら、シオレモ T シャツだな、そうだよ、これおもろいやばい、すごい、なんでこれあるんだろう、これ持ってる人いるかな、すごくない、今唯一のペンライトこれがあった、どこで売ってたんだろうな、これ持ってない、すごいよね、海の色あるかな、ちょっと探そう、うわ海の色ない、質ペンライトせっかくある、ヘタレでいいや、緑と緑ペンライトと見立てて、海の色入れてよ、ショールームさん、ほらこんなショールーム T シャツが着てるんだから、ショールームさん海の色入れてください、お願いします、海の色とポニーテールをほどいた君を見たを入れてください、お願いします、ちょっと海がいなかったんで緑で代用します、嬉しい、光ってる、わかる、ないとすっごくだけなんだよね、あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ、確かにこういうのもいけないし、一生懸命やらなくていい、頑張れってことだ、これ以上言いたくない、だって君は十分だなって私は知っているから、そこそこでいいじゃない、光る鼻が
イエーイ、ありがとうございます。これこのペンライトもう一回売ってほしいね。あ、今度は四国観光大使ってできるよ。イエーイ、ありがとう、ペンライトありがとう。これの踊りは結構できるよねみんな。タカセブン、ブーちゃん、はじめだよ、みなもありがとう。で、四国観光大使記念みたいな。そう、勝手にのグッズが逆にプレミアになるかもしれない。これ芸が細かいんだよ意外と。勝手にね、魚団子、ぼっちゃん団子ね、ね、なんだろうこれ、マリンライナーなんだろう、なんかの電車。四国の国がうどんで、山がちゃんとあって、ここに阿波踊りの傘がついててみたいな。でこれがみかん。こういうのみんなで考えたんだよね、懐かしいな。なかなか可愛いロゴですよね。え、ってかちゃんと小豆島あるんだけど、ウケる。ここまでちゃんとロゴなんだ。ほら、小豆島がなかったらここでさ、この切り抜き切れるのにさ、小豆島があることによってここえ、これ明日持っていこう、ちょっとカバンに入れて明日これ持っていきます。な、何に使うか分かんないけど一応持っていこう。なぜか持っていこういいよね、あったらおもろいよ、何かで使えるかもしれない、 MC とかで使えるかもしれないから。フリーズしてた。母の日か明日。みんなカーネーションありがとう、たくさん。カーネーションにありがとうって書いてるギフトさ、なんかちゃんとお母さんがいたらお母さんにも言うんだぞ。あかりママにも言ってね。でもあかりママも、あかりママも嬉しいけど、あかりママにも言ってね。ママミはちょっとあんまないかもしれないんだけど、どうかしら。それいいよね、なんかそういうあったかいやついいね、なんか
ちゃんと言わないとねと思うね。このショールームのイベントでこういうのを思い出すんだよね、なんかね。第二日曜日か。あ、そういう決め方なんだ。誰もありがとう。愛媛楽しみ。愛媛、あの、なんだろう、なんかそのイベントとかではちょこちょこ行ってるんだけどね、大きなコンサートで行くの久しぶりか。埼玉のおいたん、ありがとう。塾ありがとう、ありがとう。みんなママ扱いしてくれる。あかりママってなってる。ママだよ。ママだよ。ママみはちょっとあるかわかんないけどね。でも母性はあるわ。あのロリメンバー好きだからちょっと違う母性芽生えてるかもしれないけど、母性はあるけど。あ、時間ですか。 ありがとうございます。ランキングを読もうかな。よいしょ、よいしょ。アーラップありがとう。マグありがとう。猫猫坊主ありがとう。カンちゃんありがとう。埼玉のおいたんありがとう。ハンズありがとう。ブーちゃん、明日の予行演習もできていよいよ盛り上がってまいりました。あかりちゃん、お帰りなさい。とも楽しむお屋敷式、早寝てぬお屋敷、ありがとう。お帰りの最高。まあでも私多分帰ってきすぎだけどね、なんか2週間に1回ぐらい帰ってきてこの背景見るでしょ嬉しいけど。一粒の麦干しありがとう。タカ、明日の朝から向かいます。楽しみに。レグザムで FT が出れる日が来るから最高。いやそうだよ、レグザムでできるなんてね。ミケちゃん、楽しみ。私もよろしくね。楽しみ。セブン、ありがとう。初めだよ。ありがとう。香川、愛媛ともに大事な子供が愛知から行こう。よろしくね。運動頑張って。オッケー。あかりちゃんだけ見ててってお伝えください。ありがとう。一位もちろん。また一年よろしく。楽しませてもらえる。誕生日ってこと？ハッピーバースデー、ジュージュー。本当やば。ハッピーバースデー、ジュージュー。ありがとうございました。はい、というわけで私がフラワーティストラストを作ってください。アニオスト、フロースポーチ、サウンドの皆さんの出来上り、トライクル出身のふちゃんとさくらがいでした。はい、今日もありがとうございました。明日は地元香川での大きな、今まで一番大きなコンサートとなります。ちょっと緊張とかもあるんですがね、頑張っていきたいと思うので、当日券もあるのでよかったら遊びに来てください。ゆげちゃんありがとう、塾ありがとう、ありがとうそして明後日の愛媛も